タクタクからのお願い。この動画は縦動画です。スマートフォンを立てて、全画面表示を押すと、とっても見やすいですよ。ぜひ試してみましょう。はい、どうも、タクタクです。青鬼2やっていきましょう。まあいろいろありましたけどね。まあ拓郎ぐらいしかもう生きてないのかな。ではまあちょっと、まずガチャ引こうぜ。うい。では、引きますよ、ガチャ。久しぶりなような気がする。そうでもない。来いよ。かぶるなよ。いや、最近かぶりっぱなしだからさ。いやー。あと何種類やんの？全然ね。あと何個？ 1、2。いや、意外とあるよ。まだ。6じゃない、7種類。まだ7種類あるからさ。もう、シークレットとかもあったらどうすんのっていうね。さ、いっぱい青鬼遊べってことでしょうね。上行くよ、上。ん？うわ！フワティ、いや、これちょっと、これガチのフワティだわ。だって俺、マスク変更しないもん。これガチフワティだと思うよ、多分。ほら。ちょ、ここで、あぶ、あぶ、ここで、あぶね。うーけー、よかったー。逃げき、いや、フワって意外とね、逃げきるの大変なんだよね。急に詰めてくから怖いんだよ。でも、あの動き、ちょっとつ猛進みたいな感じだから、早い時は一方方向だからね。まあ、逃げやすいのかもしれないけど、場合によっては。急降車といったところか。なんか昔の建物のような作りだなぁ。お、光ってる、いきなり。石膏の花。びっくり。ん？なんで？病院かもしんない。休憩室の鍵。え、嘘でしょ？え？めっちゃいるけど、隣に。どういうこと休憩してるってこと？え？これど、え、これど、え、どういう状況なんですか、これは。ちょっとわかんない。ちょっとわかんないですよね。もう俺、隣に行くからねっていう、プレッシャー。え、なんだこれ。なにどういうこと？いや、調べるにも調べられない、どこも。セーブもできないしさ。え、どういう状態ですか？ちょ、一回外出てみようか、試しに。そっ。え？なんなんこれ。え、わかんない。なんなんだろう。外出たら、いるってこと？ちょっとごめん、わかんないな。外出たらっていうか、こっち行ったら。行ってみる？え？あ、いるんだ、やっぱり。そういうこと？え？お、いるいる！あ、開かない！いや、分かってたけど。いや、分かってたよ。それは分かってたよ。それは分かってたけど。え、何の意味があるわけ？こっちには行かせねえぜ、へみたいなこと？ここ、はい。入れないな。ここ、あ、ここない。窓的なこと。こっちは、でも、同じような扉だけど。あ、いけた。あ、石膏！ここ石膏の花を？あれ？あれ？こいつついてんの？花。石膏の花。違うね。どういうことだろう。他にもあるってことかな。なんか貼られてたりとかしない？ここに。これとか。あ、ないか。こっち越えられないしな。こっち側から見るとか？あ？ちょいちょいちょっとマップミスみたいなのがありますけど。これを、なんか、使うんじゃない？アイテム。箱メガネかぶすとか。それはないね。これなんか、調べてタップしてたら、もげちゃうとか。ないか。あとは、マイナスドライバーでもパンパン鼻をもぐ。
もう鼻にやめよう。もうこれ多分違うとこに使うんだ。うん、上の階行けるし、上行こう。トイレ、トイレだな。トイレ行こう。お、来ましたよ。ガチャタイム、ガチャタイムやってまいりました。あ、その前なんかちょっと便器、男の子のおしっこかけるところになんか光ってんな、これ。プラスチックの部品。え？それあれじゃない？洗剤のキャップじゃないの？軽く小さい何かの部品だろう。なんかあれだね。なんつうの？つまみ、ボリュームとかのつまみみたいに見えるけどな。使えそうなところは。まあ、ガチャろう、まずはね。うん、ガチャります。OK! 青銭ゲット。今んところ、ちょっと謎だね。使い道が。で、これ次詰まったらもう、詰むわ。あー、筋肉青鬼か。スクワット青鬼だな。意外と出ないな、残りのやつは。ここは入れるわけじゃない。これは？あ、いけた。あ、暗っ。え、なに？ちょ、これやめとこう。暗いから。怖い。ここ入れるね、多分ね。たけしも殺された。ん？あ、いけた。あ、また？え、どんだけガチャ引かせる気なの？ちょ、待って。目がない。こいつ。目がないですね。こっちは？ん？これは石膏じゃないのかな？なんか目がないよね、これはね。これ鼻つけてみる、ここに。目んとこに。でしょうね。ここは影かかってる。まあ、ガチャ引きますか。ガチャ買いだな。OK! いや、もう、期待してないけど、新しいの出てくる。後半の出が悪すぎるよ。てか、いやー、これなんだろうな。なんかもうそういう入っちゃった感じ、なんかにパターンが。こういうことは、ちょっと待って。ということはこれもう、あ、新聞紙、あ、新聞紙何に使う、普通に。あ、使おうか。使えない。何書いてんだろう、これ。石膏の花と新聞紙。休憩室の、あれもあれだしな。青鬼いるしな。なんか意外とこの、休憩室の何かが、今後役立つのか。いや、そこ突破する方法だよな。ちょっとあそこ、もう上からやるか。あそこを突破する方法を、うん、なんとか模索せねば。まだ、まだいるんだ、やっぱり。まだいるわ。なんでそこ待機してんの。ここは重要なものがあるのか。ん？何これ。え？これ何？いや、これ何？これが何？そもそも。なんだろう。いや、わかんないけど、つける。放送機材の部品だったようだ。ぴったりと取り付けることができた。ん？放送機材が置いてある好きな部屋にチャイムをかけられるようだ。ほうほう。職員室、休憩室、校長室。職員室やってみようか。つながらない。校長室。ん？校長室。これでもしかしたら校長室にいるから、青鬼がね、いるから、もしかしたら、うわ、怖っ。うん、そのまま、もういけるよ、みたいな、こと？
いやだ、ダメだ、ちょ休憩室に素直にならせ、休憩室に素直にならせってことですね、多分ね、これね。ちょっと待って、ね、校長室ってのもあれか、学校のあれじゃない、休校舎の方じゃない方かな。これで休憩室。お、チャイム音が隣の部屋から聞こえる。うん。お、気を取られている隙に行かなきゃいけないみたいな。はい、使った。おーおーおお、この隙に？お、行けたよ。はいはいはい。お、あ、ここに鼻を使う。すごいでしょ、多分。オーケー。何かが石膏像から取れて落ちてきた。あ、これ目はあれでしょ、さっきの子でしょ。なるほどなるほど。ここは、あ、隠れられるわけだ。なるほどなるほど。こっち行くとまさかいないよね、もうね。いっ、あ、びっくりした、びっくりした。おー、これで逃げ切れる。わー、落ち着けーヒロシはチャイムを使ったことで油断してしまった。油断しました。間違いなく。よし、ここからが本番ね。逃げろ、逃げろ、逃げろ、逃げろ。こっちだよ。こっちだよ。時間だから、割とこう伸ばしながら。ふぅ、ふぅ、ふぅ、ふぅ。イエーイ。セーブ、セーブして、うわ、白骨。これをまた目の石膏のとこにつければいいんだよね。石膏から石膏へ歩き渡れば多分謎が解けていくでしょ。上に行きまして、ここで会っていてくれ。ここね、はい。そうすると右、あ、で耳気づかなかったけど、これも分かったな、多分な。ある場所はどっかあったよね。どうだったっけな、こっちか、ここかな、この部屋かな。はい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 。一回セーブしよう。でも上書きでいいから。いやー、そろそろね、多分また転換されますよね、青鬼のタイミングにね。うん、よく見ると耳がなかったんだね。全然気づきませんでしたけど。これで、え、違う違う違う、右耳、右耳。何かが石膏像が取れて落ちてきた。お、鍵だ。鍵？かかってたっけ？ここかな、鍵。これか？ん？あ、違うか、違うか。こっちだ。この奥だ。この奥だね。オープン！ウェーイ。これで？どういう構造なの？この建物。誰も入ってない。こっちは。うわ！図書室？あ、なんか光ってるわ。時間割表。あ、音楽、数学、体育、なんだろう、図工かな？理科みたいなこと？こっちは？絵が描ってる。なるほど。なんか、小学校かな？小学校ってことだよね。あ、なんか全然違うとこに上書きしちゃったけど。まあいいや。あんまりこう、分ける意味もないのかもしれないよね。ここは開いてますな。え？どういうこと？歪むスイッチを踏んだ。ああ、踏む順があるってことかな。あ、そういうこと。回数とか、そういうことね、多分ね。鍵がかかってる。あ、和室だ。これなんだろう。
お、電池のない携帯電話が落ちたね。ん？うわ、これ襖から。お兄ちゃん出てくんじゃない？あれ？調べられないね。調べられない。ふんふん。こっち側にも扉があるような。気のせいだね。これもとりあえず置いといて。ここは？お。なんか、やることがいきなりやるな。引き出しが開かない。開かないときは、こじ開けるのみ。バールでな。じゃあ、どうですか？マイナスドライバーってのはどうですか？ダメか。またか。どんだけ電子端末を使うんだろう？電子端末というか入力版を使うんだろう？ここ。嘘でしょ！ふわっていいの性質を活かして避ける。はい。うーっ！ちょっと今、いやー、きつかったー。ブルーベリー色の巨人。平らな巨人だ。お、お姉さん。すげえサイズや。すげえサイズ感や。これで。え、ここからかー。しんどいなー。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか？よろしければチャンネル登録、コメント、評価ボタンもよろしくお願いします。チャンネル登録は動画下のチャンネル登録ボタンをタップ。パソコンの方はクリックしてみてください。タクタクはツイッターもやっております。ツイッターのリンクは動画下の三角をタップ。出てきた動画説明欄のツイッターの URL をタップしてみてください。ツイッターの検索バーからもタクタクで探せます。ツイッターでは最新動画の更新情報、ライブのお知らせ、イベントのお知らせやタクタクの謎なつぶやきを楽しむことができます。チャンネル登録とフォローしてくれないとお仕置きだべー。